やった。やったね。ルルーシュがここにいるの？それにゼロの正体が楓なのもどうして？あれって本物のゼロの衣装よね？もはや言い逃れはできんな、ルルーシュ。その言い方、もしかして C2 のことも知ってるの？この異世界で隠す意味もないか。もしかして。ああ、俺がゼロだ。クソ。ここで嘘をつく意味がない。朱雀を救出した時も、河口湖で会長たちを助けた時も、俺がゼロだった。彼、お前をエースとしてグレン錦のパイロットに選んだのも俺だ。そんな、信じられない。どうしてブリタニア人のあなたが反ブリタニア活動を？俺と妹のナナリーはブリタニアに捨てられたからだ。知っての通り、ナナリーは目も見えず歩くこともできない。ナナリーが生きていくにはブリタニアが支配する世界は厳しすぎる。ナナリーのために正体を隠してブリタニアを倒そうとしたの？そうだ。バレれば俺だけではなく、ナナリーの命も危ない。だから正体を隠す必要があったんだ。あの、あの時どうして楓がゼロの格好なんてしてたの？クロスを欺くためというのもあったが、楓からの提案だったんだよ。荒ごとを請け負う代わりにクロスを殺さずに拘束したいってな。そっか、ゼロなら障害は必ず排除する。でも楓はそれを望まなかった。だから。納得してくれたか？うん、頭ではね。でも気持ちの整理はついてない。今まで隠していてすまなかったな。ラナリーのためだって分かったからいいよ。あなたにとって一番大切な人だもんね。あの、痛いな。
私もお前に問いただしたい。どうしてセラを使ってあのバイスから元の世界に戻る方法を聞き出さなかった？それは、セラは日常的にクロスたちから暴力を受けていた。そのせいで自分の能力に恐怖し嫌悪している。そんな力を使わせるぐらいなら自分で別の方法を見つけた方がいい。まったくこのアマちゃんめ。大方セラとナナリーを重ねてしまったんだろう。けど仕方ないんじゃない？私も元の世界には早く帰りたいけど、ルルーシュが取った選択は間違ってないと思う。カレン、お前まで。とはいえその甘さがお前たちのいいところでもある。ならのんびりと帰る方法を探すとするか。アクトレスでもしながらな。そうね、こっちには頼りになる戦術家もいることだし。ってことでしばらく厄介になるけどいい？やつゆ。しばらく世話になる。一度は二つの世界がつながったんだ。もう一度つなげる方法が必ずあるはずだ。それにみんなが手伝ってくれるなら元の世界に帰れる日もそう遠くはないだろう。だからもう少しだけ待っていてくれ、ナナリー。